こんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮斗です。本日はですね、フラムについて解説していきたいなと思います。ルーディメンツのフラム、フラムが一体何かというと、なんかパラッてこうずれたようなやつですね。こうドラムのフィルとかでいけるとこ、ずらしたようなこう技っていうのを、ルーディメンツではフラムって言ったりするんですけど、これの練習方法とか、応用方法っていうのを、解説していきたいなと思います。フラムはね、手順がややこしいので苦手とする人はもうたくさんいるし、なんかこうレッスンでもテンションが下がってしまう人っていうのは、たくさんいるんですけど、大前提としてフラムは、装飾音符っていうものなので、だからそのタンっていうこの本音符を装飾するためについてるものなので、だからね、あくまで1打っていうイメージでやった方がやりやすいと思います。なんかフラムってこう左右こうタタンってこう叩いてるので、左叩いて右、右叩いて左ってなるともうゲームオーバーなんで、だからこうあくまで1打っていうイメージで叩くとやりやすいんじゃないかなと思います。ルーディメンツのフラムっていうパターンをちょっとまずやってみると、におけるフラムはその本音符の方、クリックに合わせる方がアクセントして、でフラムである装飾音符であるこの全打音の方はノンアクセントで叩くことになるんですかね。だからスティックの高さを片方はこのハイポジションで待機して、でもう片方はローポジションで待機して、でこのまま叩く。っていう感じですかね。これね、助走をつけてしまうんですよ。助走をつけてしまうんですけど、助走をつけるとどっちもアクセントになっちゃうので、片方だけファッと上げて叩くっていう、っていうことを意識してみてください。これね、こう手元を見てやるよりかはこう鏡を見てやる方が、スティック上がってるなとかっていうのが確認できるので、ぜひ鏡を見ながら練習してもらいたいなと思います。で、このルーディメンツのフラムには一応ね、感覚は2種類あって、高い位置からこう叩いてこうピタッて止めるタイプこれ分析すると、片方ダウンストロークで、片方タップストロークでピタッと止めるタイプと、あとね、連続で続くときは、こう叩いた時に片方がペッて上がる、これ片方がアップストローク、このアップストロークで片方はダウンストローク、これを同時に繰り返す感じ。早く連続で叩く時なんかは、このペッて入れ替わるタイプのフラム、で、ちょっと間を空けるときはなんか止めるタイプのフラムみたいな感じで、この2種類を意識しておいてもらえたら、このフラムっていうのはやりやすくなってくるのかなと思います。とはいえ、このフラムを、例えばね、1日毎朝30分このパッドの上でこの鏡見ながらこのやるのも、いい練習なんですけど、なかなか、モチベーションがね、多分テンションがなかなか上がらないと思うんで、アクセントの動きの中でフラムを使えると、この応用がいろいろ効かせやすくなったりとかするので、なので、アクセント移動をちょっとやってもらって、で、その動作にフラムを加えるっていうようなイメージでやってみてください。まず16分音符のアクセント移動っていうのをやってみると、フラムを加えるとっていう感じになります。これ一番最初のやつをちょっと分析してみると、一番最初のこのアクセントにフラムがついて、トラッコ焼き、トラッコ焼きなんですかね。
2個目のアクセントがタッコラヤッキータッコラヤッキー。3番目アクセントがタッコヤッキータッコヤラッキータッコヤラッキータッコヤキタッコヤキタッコヤキラタッコヤキラですかね。そうで、あくまでフラムを意識するのもそうなんですけど、アクセントの動作を意識した方がいいですかね。練習することのメリットっていうのが、まあ、フラム自体のね、このパラっていう音っていうのもあるんですけど、このフラムっていうのは、こう、右手と左手が、その別々の動きをしてるんですね。だからさっきのこの、パラっていうのも、片方はダウンストローク、片方はアップストロークっていうのを、これを、この別々の動きを同時に合わせてる。ことにもなるし、このタッカタッカタッカタカっていうのも、右手はタンタン、で左はタタンタ。音符をガチャンと組み合わせてったりとかするんですね、フラムってね。で、それが合わさると、みたいな感じで、右手と左手がすごくこう分離されるんですね、フラムを練習することによって。右手と左手がうまく分離されるとシングルストロークのスピードが速くなったりとか、ダブルストロークがスピードがアップしたりとか、なんかこうね、フレーズの中でなんか右手と左手を別々に叩くような、状況になった時でも、しっかりと動いてくれるようになったりとかするので、なんかフラム自体、まあ、フラムの音をパラッパラッパラッってこうやり続けるっていうよりかは、フラムを練習することで右手と左手の分離につながってスピードが上がるようになったりとか、脱力できるようになったりとか、なんかそういうことにつながると思ってフラムを練習してもらえると、まあ、よりね、効果が出てくると思うので、ぜひね、チャレンジをしてみてください。で、最後にちょっとこれ難易度高いんですけど、さっきのアクセント移動したフラムと一緒にちょっとやって、手足をしっかりと分離できるといいですかね。このそんな感じでちょっとね、試してもらえるといいかなと思いますかね。そんなことで、本日もありがとうございました。さよなら。